ハルヒ帝国とモルグ軍団が電子レンジキラーで遊んでいるとき、電子レンジマンは家路を急いでいた。すっかり暗くなっちまった。いや、この明かりは街灯の明かりであって、決して本当は明るいわけじゃないんだ。いやー、もう疲れたな。今日はパチスロで30万吸っちゃった。いやー、何独り言言っておるんだあいつは。薄気味悪い。いいから早く電子レンジキラーを電子レンジマンに投げつけてぶっ殺しましょうよ。しかし本当に大丈夫だろうか。俺も心配だな。私に任せておいてください。電子レンジマンを血祭りにして参りましょう。ガクガクガク。本当に大丈夫かあいつ。いいから黙って見ておれ。誰だお前は。私は電子レンジキラー、貴様を排除します。なんだと。俺を排除できるもんならしてみ。うわぁ、なんてパンチ力だ。俺の鋼鉄のアーマーが弾き飛ばされた。電子レンジ版終わりだ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 。俺は貴様には負けん。このロボット野郎、今ぶん殴ってやる。電子レンパンチ。立ち上がった。すごいスピードだ。私の勝ちだ電子レンジマン。貴様はあと7秒後レーザーで焼け死ぬのだ。なんだと。レーザーってなんだ。レーザーってなんだよ。おいおーい。どうだ電子レンジマン。よくやった電子レンジキラー。電子レンジマンを倒すとはな。邪魔者は排除します。排除します。排除成功。パンチラも成功。よくやったな電子レンジキラーよ。なんだと。貴様何者だ。お前まさか。そうさ、俺様はモルグ帝国の軍の人じゃないんだ本当はな。今正体を明かしてやるぞ。ベーン。私はバルトット星人。貴様ら地球の愚かな生き物どもを滅ぼして地球を我々の星にするのだ。そのため電子レンジキラーを作らせたのだ。そしてお前らが今こいつのレーザーで殺された時、地球は私のものになるのだ。おのれ、騙したな貴様ら。貴様、ああ、バカな電子レンジマン生きていたのか。そんなはずはない。そんなポンコツ機械に負けるような俺ではない。俺のこの鋼鉄のアーマーは弾け飛んだ。しかし俺の正義の心は弾け飛んでいないということだな。なんて生かすんだ、なんて生かすんだあんた。俺は間違っていたよ電子レンジマン。殺そうとしてごめん。いや、もう済んだことはいいんだ。私が間違っていたんだ。あの時止めておくべきだったんだ。もういいんだおっさん。そんなことより、あの宇宙人を倒すのが先じゃないのか。確かにそうだ。俺たちも協力するよ電子レンジマン。仕方がない、今回は私も手伝ってやろう電子レンジマン。しかし手伝うのはこれっきりだ。4人の戦士が今立ち上がった。果たしてこいつに勝ち目はあるのか。よし、このモルグ帝国のモルグ軍の力を見せてやるわ。おい、スチャッピー。はっ。お前は後ろに回ってあいつのボタンを押して機能を停止させるんだ。わかりました、大佐。さっさっさ。よし、これで我が軍の勝利は決まった。ちょっと待て、そう簡単にボタンが押せるわけないだろう。パチッ。やったぞ。なんという速さだ。
さすが軍のエリートだけあるな、お前。いやそれほどでもないっすよ。うぬれよぐも電子レンジキラーを倒してくれたな。私このマゲド、なんだっけ、聖人が直々に貴様らをこの腕でひじり潰してやるわ。おら、おら、おら、春日貴様をだ。ふっ、甘いわ。ザクー。こうして悪の二人は無残にも敗れ去った。そして電子レンジキラーをどうするかで電子レンジマンたちは会議を始めた。こいつは危険な存在だ。ここで燃やした方がいい。俺もそう思う。いやしかし、こいつはあの宇宙人に利用されただけの機械だ。こいつにあの AI 機能を搭載すればきっと心強い正義の仲間となってくれるに違いない。おのれおのれ、貴様ら、こいつをよこせ。私によこすのだ。いやそれはできない、それはできないぞ、お前。おのれ、もういい、ちょっと帰る。よし、こいつに IC チップを搭載してもらおう。これで完成だディーよ。はじめまして、電子レンジ版。そしてあの皆さん、はじめまして。お前に新しい名前をつけてやらなければならないな。どうしようか。そうだでいいね。うん、じゃあ、日によって変えるってことで、とりあえず赤外線レーザーマンってことで、よろしく。私は赤外線レーザーマンだ。よろしく頼むぜ、赤外線レーザーマン。こうして新しい仲間、赤外線レーザーマンが誕生した。次回もお楽しみに。